キーロフ市の紋章キーロフは、ロシアのカルーガ州南西部にある都市。人口は2002年全ロシア国勢調査で38,893人。コゼリスクは、州とカルーガからは南西へ 160km の場所にある。ドニエプル川の支流ボルバ川にペソーチナヤ川が合流する地点に位置している。キーロフ市は、州の直轄下にあるが、同時にキーロフ地区の中心地でもある。 市役所キーロフを流れるボルバ川キーロフは1745年に築かれた集落が元になっている。この集落は近くを流れる川の名にちなみ、ペソーチニャと名付けられた。ペソーチナヤ川の名はロシア語で砂を意味するピソークにちなむ。集落の建設は周囲の資源を生かして製鉄所、鉄工所のペソーチェンスキー工場が誕生したことがきっかけだった。 19世紀、工場の新たな所有者となったイヴァン・マルゾフは、陶磁器工場も建設した。1936年、ペソチニャは、死に昇格すると同時に、1934年に暗殺された共産党指導者、セルゲイ・キーロフを記念して、キーロフ氏と改名された。第二次世界大戦では、1941年10月4日に、ドイツ国防軍により占領されたが、 ルジェフ・ブヤジ島作戦を行う赤軍西部戦線の反抗により1942年1月11日に解放された。キーロフには18世紀末に建てられた精神助誕生大聖堂と1893年に建てられたアレクサンドル・ネフスキー大聖堂がある。近隣の村にはかつてこの地に住んでいたスラブ系民族のブヤチチ族やクリーヴチ族が10世紀から12世紀に かけて残した紛糾簿が見られる。キーロフの主要な会社は、18世紀に町と共に誕生した、鉄工所のキーロフスキー工場と、タイルや衛生陶器を作る陶器工場である。また、建設会社、繊維工場、食品工場などもある。キーロフでは、1934年から1935年に、かけて開通したブヤジマブリャンス区間の鉄道と、 スヒーニチロスラブリカンの鉄道とが交差している。ありがとうございます。